有利一番地、皆さんこんにちは、フラットパパです。今日はですね、こちらは辰野口の方を走っております。今日ね、実はねランチ三青山で食べようかなと思ったんですけど、定休日だったので、どうしようかな、ニトでとんかつ食べようか、カレーのチャンピオンでエルカツ食べようかと考えてるうちにね、ずっとこっちの方を走ってきちゃいました。でね、何食べようかなって考えたんですけど、ここねアルビス過ぎた信号左曲がっていくとね、台湾料理の店があるので、そこ行こうかなということで走っております。時刻は11時過ぎですね。もう少しまっすぐ行くとね、これ元気ドラッグストア過ぎましたら左側ですね、この信号越えたところら辺にあります。はい、見えてきました、台湾料理小雪、こちらにお邪魔しようかなということで、駐車場到着です。台湾料理小雪のみしですね。辰野口の郵便局の真ん前っていうんですか、現金の近く、辰野口郵便局の前に台湾料理小雪はあります。表看板こんな感じですね。道路から見ると建物はこうです。それではですね、中入りましょうか。お邪魔します。どこ座ろうかな、ここのねカウンター席座ろうかなと思ったんですが、店員さんがね、この左側ここっていうことでここ座りました。やっぱりねランチはお得なのを食べようかなと思って、決めました。注文します。あ、そしたら油淋鶏ランチで、はい、ラーメン、そしたら担々麺、はい、いただきます。はい、はい、ラーメンセット700円、日替わりランチ750円の中からですね、日替わりランチ750円の方で油淋鶏ランチにしました。でラーメン選んでライスはおかわり自由なんですよね。でラーメンはね担々麺プラス150円にしてみました。ラーメンセットの方はね、飯系と麺系種類豊富です。夜定食メニュー、こういうのもありますね。なんかねメニュー見てるとね、料理の絵がすごい、腹減ってきました。店内はですね、ボックス席、こういったテーブル、ボックス型のテーブル席がメインですね。でこの周りが1人が座れるカウンター席が上手にありましたね。で奥の方にはね座敷もありましたよ。結構広いです。中はねほんと綺麗ですね。こういう感じでボックス型のテーブル席です。
ありがとう。ごちそうさま、ありがとう。ということで今回は能美市ですね、辰野口郵便局の前にある台湾料理小雪お邪魔しました。ランチはお得ですね。これね、ご飯おかわり自由だったんですけど、もうお腹膨れちゃいました。おかわりしませんでした。皆さんもぜひぜひ寄ってみてください。それじゃあまたね、バイバイ。